ニュースポストセブンです。3日連続の通い合いです。広島カープの小久保哲也内野守備走塁コーチが再退社でありながら別の女性と親密な関係にあることが分かりました。相手の女性の友人によると、女性は30代ながら県内でラウンジやバーを経営するオーナーママで、夜の街では誰もが知る美人ママとのこと。1月中旬、小久保コーチが3日連続で女性のマンションを訪れた様子をキャッチ。小久保コーチを直撃すると、終始女性との関係を否定しながらも、額からは汗を流しながらこわばった様子でした。